いやー楽しかった、はあ、そして疲れた。すみません、ちょっと私9時から番組だからさ。そうそうそうなんで、じゃあ行きましょう行きましょう。こんなにゆっくりしてられないんだよ。どうもここからよろしくお願いしますRK です、どうぞ。ちょっと10分押してるからね。すいません、ということで早速始めさせていただきたいと思います。 RK です。なんだっけ、パステルプリズム聞いてください。私この後ありまして、
前田さんが喋りすぎて時間10分押すっていう非常事態をやらかして、あ、9時から番組なんですよ今日。なのでちょっと MC 少なめで、うちはツイッターと何やってたっけ、ブログ見てください。以上です。そしたら息もいいですか、 MC 終わって。バンドの紹介もしょうこちゃんに託したので、ここで MC は切り上げさせていただきます。終わったら LINE で、みんな、 LINE じゃない、ツイッターでみんな絡んでください。ほんとすいませんね、前田さんのせいです、ほんとあいつ喋りすぎです。ということで、もうラストの曲になっちゃうんですけれども、聴いてください、初恋。
ありがとうございました。ありがとうございました。あざーす。48分です。どうもありがとうございました。すいません、お邪魔しました。あ、もうお邪魔しましたね。あと12分しかないんで、はい、エンディング帰ってきてね。また無理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 。RK でした。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございます。本当に前田さんのせいで本当にすみません。エンディング帰ってきた方がいいなら帰ってきます。本当に3分しか変わってないから大丈夫。あ、本当、いや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 、だって30分本当だ本当だスタートやで、うちら帰っておいでよ、帰っておいでよ。スタートやで。なになになに、ななちゃんがしばらく日本の活動しないので、 RK のダンサーゆみちゃんと私から花束とお手紙です。マジやだ、泣いちゃうからやめて。頑張ってありがとうございます。頑張ってください。頑張ります。ありがとう。ちょっと番組の前で、ね、読んだ泣きそうやから後で読むな。じゃエンディング戻ってきます。戻ってきて、ありがとう。私戻ってきます。やったー。、はい、ということで、一旦私パリの方に住むことになったので、次戻ってくるのが8月になります。でも3ヶ月行って1ヶ月2本、3ヶ月行って1ヶ月2本みたいな感じらしいので。すげえ大変だな。すごいよね。あのその1ヶ月の間に RK は日本でもやるし、今年中に3人でパリに住もうって決めてるので、うん、はい、頑張ってきます。その足がかりになれるように。はい、ということで、はい、これからの活動も皆さん応援のほうよろしくお願いします。ではでは、すいません、 RK でした。またありがとう。はい、俺今からパリに行くんです、今からと思ってちょっとびっくりしちゃった。でもあの行っちゃうんでね、3ヶ月行って帰ってくるっていうのがいいですね。また8月はライブに出れたら出るっていうことを言ってくれてるんで、 RK お楽しみということで、皆さんよろしくお願いいたします。さあ続きまして、オープニングでも出てくれましたが、続きましてはバンドスタイルでの幸子の登場でございます。皆さん大きな拍手お願いします。お願いします。ちょっと背が小さいので下げさせてください。よいしょ。はい、初めてなのでこのバンド、はい、緊張してますけど、じゃあ早速1曲目からお願いします。昨日の未来という曲です。君と二人でいつもの交差点で、また明日も会おうと約束していたよね。
とうございます。改めまして幸子と申します。はい、1曲目は昨日の未来というオリジナルの曲なんですけれども、はい、次もちょっと緊張してすごくなんかトークどころじゃないはい、でもすごくすごいいいです気持ちいいです歌ってて。はい、じゃあ早速じゃあ2曲目にいきます。次の曲はですね、I Love You という曲です。ふるさとを思う曲なんですけれども、ふるさとってちょっと心のありどころだと思ってるんですよ私は。別に故郷じゃなくても別の場所もふるさとだと思えばいいのかなっていうふうにも思うし、この曲普通にふるさととか故郷とかじゃなくても普通に、まあ、ちょっと心のありどころである人だとか物だとかにも置き換えれるかなっていうふうに自分で歌ってて思ったので、ちょっと皆さんもふるさとや心のありどころや、まあ、物など思い浮かべながらお聴きいただければと思います。はい、ではお願いします。坂の上の見慣れた街、風に吹かれて遠い記憶、明日の「坂の上の見慣れた街」
どうもありがとうございます。入ってなかった、びっくりした。入ってなかったですね。どう、もう贅沢だよね。もう贅沢、はい、贅沢。横で見ててもしびれるわ。贅沢だわ。いいな幸子、いいな。よかった、いい思い出とか。いやいや、思い出じゃない。これからもこうスキルアップしてもっともっと、はい、そうですね。いやー、でも贅沢ですね、はい、ありがたい。贅沢なステージでございます。その言葉につきますが、はい、どうでしたか。はい、いやもう本当ありがとうございます。で、見てくれてる方もあのこうやっぱバンドがあるのとないとはやっぱ違いますね。こうなんかこうこうなんかちょっとリズムにこうみんなね、こうちっちゃい時はなんかね乗ってくれてる感じがすごく嬉しかった。いやもう、はい、贅沢ですもんね。そうですね。いやということで、はい、また、今後ともこういう音楽の方もやっていくんですよね。やっていきたいです。あ、いいですね。じゃ次こそは行きたいです。次こそは考えすぎて普通の衣装はやめましょうね。いいのかなと思って、水着で、水着でバックバンドっておかしくない？いやいやいやってなりません？じゃ普通じゃない、はい、ちょっとこうステージっていう感じのなんかこう、はい、一回幸子ちゃんが考えたステージの衣装ってこうだぜみたいなんで一回来てみてよ。いいんですか？いいんですか？楽しみにしております。いいんですね、わかりました。よろしくお願いします、はい、楽しみにしていてください。皆さんお楽しみということで、幸子でした。俺変なふりしちゃったかな、大丈夫かな。この前一緒にニコニコ生放送やってたんですけど、衣装じゃあちょっと着替えてきますって言ったら、こんなハイレグのやつに入ってきて、いやあかんあかんあかんってお尻パーンなってたからね。さすがに天さんもあかん、映したあかんって言って、こっからしか映せなかったんです。来月楽しみです。さあ、そして続いてのアーティストいきましょう。続いてのアーティストは吉水翔子。皆さん大きな拍手お願いします。皆さんこんばんは、吉水翔子です。まずは1曲目聴いてください。幸せの種類。
してないと思いますので、ケーステバンドのメンバー紹介に移りたいと思います。まずはじめにギターのジェイク、前回、前々回もいましたが、私のパパです。はいはい、続きましてベースのミズ。はい、そしてドラムのモイ。あれあれはい、そしてキーボードがですね、今日はね、違う方なんですけど、キーボードのツッチーでーす。はい、そしてボーカル、いった方がいいのかな、ボーカルの吉見で翔子です。お願いします。はい、ケーステバンドメンバーが最強なんでね、いつも緊張してるんですけど、緊張以上に楽しいなって思いつつやってます。何喋ろうかなと思いつつ、バンドメンバーさんに協力してもらいつつ MC を進めたいんですけど、私がですね、いつもニコニコ生放送とかライブとかで言ってる合言葉があるんですね。でさっきね、オケライブの時に返してくれたんですけど、一回やってみましょうか。